ようございます。おはよう。ガサガサしてます。すいませんね。ちょっとガサガサして。おはよう、ジョボ。いただきます。お、ダメ、これ食べるの、朝ごはん。それ、うん、ご飯食べてないの、チョコ食べた、食べてない、どっちかわからない。チョコちゃん今日も元気です。青じゃないよ。なんでどうしたの。はい、あて、あかり、くじ、はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。今日はちょっと早めに起きたんで、泳ぎに行ってきたいと思います。プールに行ってきます。やちょこちゃん一個にしてってね。行ってくるよ。あいにくの雨なんですよ。どんより曇ってて天気悪いんですよね。はい、到着です。それでは行ってきます。はい、ということでプールから帰ってきて、ちょっとシャワー浴びてきました。スキンケアして出かける準備します。なんかついこの間からプール通い始めて、でなんか久しぶりに行ったらなんか全然泳げなくなってて、体力もないしダメですね、あんまり行ってないと。でもどれぐらい、どれぐらいぶりだったんだろう。前は少しは泳げたんだけど、今じゃもう全然、あのビートハン使ってバタ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 ってやってるだけでもう疲れちゃうみたいな、もう完全に体力ないですね。こんな感じで、はい、ということで準備終わって、でもお腹空いたんでご飯食べに行きます。今日はね、初めての一人しゃぶしゃぶ行ってみようかなと思って、なんかこの間家族でしゃぶしゃぶ食べに行ったんですよ。でしゃぶしゃぶ食べに行った動画を編集してたら、またしゃぶしゃぶ食べたくなって、でなんか最近温野菜行ってないなと思って、一人で温野菜ね、行ってみたいと思います。しゃぶしゃぶ温野菜ランチしに来ました。こんな感じの席でいただきます。でこの時喋りながら撮ったんですけど、結構音楽が入ってたので、こっからはアフレコで行きたいと思います。こちらが食べ放題のメニュー、食べ放題が2種類ありました。こんな感じで野菜とかおつまみなどが食べ放題になるセットですね。で食べ放題の他にもこんな感じの定食もありました。で今回せっかくなのでしゃぶしゃぶ食べ放題を注文します。でタレがこちらのごまだれと、あとポン酢でいただきます。まずはこんな感じでセットが来ました。野菜盛りと豚カルビのお肉、それと鶏ロースですね。でお鍋の出汁が2種類選べたので、火鍋出汁とあと昆布出汁にしました。まず野菜から入れていきます。しゃぶしゃぶだと結構野菜がいっぱい取れるので、あ今日野菜食べたいなとかっていう時も結構しゃぶしゃぶ食べたりします。でお肉、まずはバラ肉からね、しゃぶしゃぶしていただきたいと思います。野菜まだ火通ってないんですけど、とりあえずお腹空いてるんでお肉もう入れちゃいます。では今日車なのでソフトドリンクで乾杯。まずはナムルいただきます。でお肉が火通ったみたいなので揚げていただきましょう。まずはポン酢をつけていただきます。うーん、美味しいっ
て美味しさを噛みしめてます。ポン酢で食べると結構さっぱりいただけるので、なんか無限に食べれる感じですよね。で次は火鍋だしの方でしゃぶしゃぶしていただきます。結構赤いので辛いのかなと思ったんですけど、そんなに辛くなかったですね。辛いの好きだからかな。だけどそこまで辛くなかったと思う。なんかどっちかっていうと味的にはキムチ鍋でしゃぶしゃぶしてるみたいな感じでした。これもね美味しかったです。一人しゃぶしゃぶって結構難易度高いのかなと思って初めて行ったんですけど、全然そんなことなくてゆっくり食べれました。で食べ放題って言っても今結構タッチパネルで注文のところ多いじゃないですか。そういうところだと店員さんとそんなに顔合わせることもないので全然恥ずかしくもないし、ぼっち飯を満喫できましたね。もうここからはもうひたすら食べていくっていう感じになります。最後に食後のデザートですね、雪見大福にしました。色はピンクっぽかったんですけど、いちご風味とかじゃなくて中にバニラアイスが入ってて美味しかったです。ごちそうさまでした。しゃぶしゃぶ食べてきました。今日寒いですね。寒い。お腹いっぱい食べちゃいました。ということでこれから美容室予約したので美容室行きたいと思います。到着です。はい、ということで駐車場着きましたが、あとね美容室の予約まで30分ぐらいあるんですよね。ちょっと早く着きすぎちゃった。よいしょ、ゴロンとします。これ車、鍵ってどうやってか、これでかかんのか。あの寝そうだったので降りてきました。ということでこれから美容室ですね、行ってきます。はい、ちょっと暗いですが美容室行ってきました。こんな感じです。全然わかんないね。ちょっと暗めにしました。結構もういい時間ですね。今7時半なので、今日本当は髪の毛染めに行かなかったらスパこれから行こうかなって思ってたんですけど、髪の毛カラーしてからだと髪の毛洗えないんで今日はやめます。おとなしく家帰りたいと思います。よいしょ、カップラーメン食べたの？食べた。夜ご飯カップラーメンにしたの？カップラーメンにしたら本当。ローソン行ったらさ 20% オフ引きだったの全部。あ、糖質オフのやつ。うん。あ、そうなんだ。20円引き、珍しくない？コンビニで。ね、コンビニで珍しい。さあ、今日ね、一人でね、しゃぶしゃぶに行ってきた。あ、本当に？なんかね、しゃぶしゃぶ一人でもね、2種類選べんの、つゆが。へー。感じ。だから結構美味しかった。あ、本当？うん。完全に食べかけ。まばらに残ってる。これがめちゃくちゃ美味しかった、マカロン。こんな時間ですがデザートしちゃいます。すげえ高級なマカロン。美味しいんだよこのマカロンが。彼氏が送ってくれました。ゆかりの彼氏が。で、チョコちゃんが。チョコ、なに？頑張って。Thank you。それでは、アイスコーヒーですが、乾杯。何食べる？これが美味しかった、これが。このキャラメルみたいな色がめちゃくちゃ美味しかった。うまっ！美味しすぎる。はい、ということで、今回はゆかりの休日をお送りしました。多分もうこの後は動画撮らないと思うので、ここら辺で締めたいと思います。それではまたねー。